人が一人で歩んでいくの。おかしい。バイクでね。いやいや、ほんまマジで。なんでいいかって言ったら、笑いっていうのは、ストレス解消になるって言おったで。うん。こうやって、ここを上げるだけでも、うん、脳が勝手に、ごまかすんよ、うん。あ、この人元気なんだ。はは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 。俺もうほんまマジでやるわけ。やばい。行き帰りでね。行き帰りで。やるよ。うん。いや、二人はまだ、あれじゃん。学生時期、何もせんでも笑いがあるじゃん。うん、友達らと遊ぶたら、笑うじゃん、うん。大人になったらそこまで笑うことないけど。笑いは病気を救うっていうね。うん。ほんまに。笑い治療っていうのがあるらしいけどね。マジで。口角を上げるようにしよう。じゃあ今日これで、これやるで。これやるで。うん。うん。また一緒だな。うん。また一緒。まだ一緒やの。先週と一緒やの。なんでこれするか言ったら、まあ、ここ最近、一昨日ぐらいちょっと、ひどかったやん。俺バイクで行っておったら、うん、ファミマから黒い作業人みたいなやつが出てきようとしとったやん。で、俺がこう、バイクで、いておったら、うん、こいつ出てくるだろうなって思った。絶対出てくるだろうなと思って。うん、もう俺はもう、来ると思ったけど、ちょっと減速しようかな、うん。そしたらほんまに右も左も見ずに出てきてるから、こいつが。うん、俺がブレーキかけた。俺がブレーキかけんかったら当たっとんよ。うん、ね。ルール守れえいうことよ。のってことよ。のだけどその、ルールっていうのをもう一回やりたいなと思って。で、もう一個は、今日ね、三つあるの言いたいことだね。うん。一個は、まず、ルールを守るっていうのは、一で、何?今回は人間としてのルールを守ってほしい。うん。っていうことよな。ということよな。うん。1で1としてのあえてのノーつけろ。いやもう広島弁で言うけど、ノーって言わんじゃん普通にも。いやいや昔の人言おうたろうだ。ノー昔の広島弁言おうたろうだ。今綺麗なかろうだ。そうやな。うん今綺麗だけよ。昔はこがなひどかったんだよ。まあの。うん。昔はこがなかったんだよ。の。で、昔風の広島弁で行くとこがな感じ。わかるの?あれやん、まず。まずね、その、人間としてのルールが。うん。何があるの?まず俺がいつも思うのは、うん、親しきなんかにも礼儀ありっていうのがあるな。それを守れって言いたい、うん、仲が良くなったけど言って何でもしていいわけじゃなかろうが、うんうん、何でもしていいからおかしかろうそんなやつあ、それいねえそう、あいついねえよ、うん、だけどもう仲良くなったけど何もしていいことはないけど、うん、ルール守れって話、うん、でもう一個二個目距離だな。距離。何が言いたいか言ったら、その距離、うん。人としての距離。実際と。そう。実際の距離。このソーシャルディスタンスってあったろう。うん、今、コロナが始まってソーシャルディスタンスがあったろう。うん、おかしい。ね距離のソーシャルディスタンスいうのがあったろう、最近。流行りの。で、それが、人としての本当の距離じゃん、うん、あんまりこうやって近づいて喋られたら嫌じゃん、うん、ね嫌じゃんその距離っていうのをちゃんと守ってほしいまず、うん、見る目で見た目で分かるってことね、うん、守れいいってことでその最後3つ心の距離、うん、これ守れっていう、うん、もう
人としてのこの見た目の距離は守ってもらった、あとは心としての距離を守ってもらいたいってことだな、うん、土足で心の中をね、土足で入ってくるやつが多いんだよ、しょっちゅう。この子のだけまず心は下に、人には見えんけんってずか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 入ってくるやつが最近おろう、うん、うん、しょうがないさもいねえ、いねえ、いねえとか帰れ、しょうがないさもどっか行け、しょうがないさもちょっと良くないね、うん、そういうこと言いたい、うん、分かった、うん、分かったの。ここであれよ、元に戻るけど、車なんかでこう、車言ったらあれね、その、ただの鉄の塊じゃけな、わかるの、いやいや、ほんまじゃけん、あれ。ただの鉄の塊じゃん。タイヤが4個ついとるだけで。ただ、乗っとるもん人間よ。あれ操作するもん人間ね。人間がルール守ってなかったら、ただの鉄の塊がぶつかってきようって知らないか、お前の。それで俺は一緒じゃ思ったね。あの、刈り上げ組とか。いつも思う。だろう、あの、刈り上げ組がおるじゃん。ミサイルポン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 、好き勝手打ち上げる刈り上げが。のあれと一緒よ。テロだよ。ミサイルポンって撃って危ない。ほんで、車はええんか、と。車はお前何も見ずにこうやって見ずにボンってできたら俺ぶつかって手をじゃん死ぬじゃん、うん、だけ一緒ないカレー屋でも、うん、そこら辺におるやつらも、うん、ルール守れへんよ、うん、分かった、うん、分かったの、どうなのこれって、この広島弁ってなかなかね昔こうかなかったんだよ、そうそう、でも、不もない。今、俺らはね、まあ、無理やり小柄な方に喋らないねんけど、うん、だんだんなくなってくる、うん。昔だけ小柄なかったんだよ、お前。うん、我らほんま、ちゃんと強いよ、お前、うん。これ普通だったら喧嘩もなりませ、うん。我らなんなしそうやん、お前。誰がミサイル撃っていくだろう、お前。もう、枯れるとかじゃなかろう、お前。お前なんしそうやん。ん誰がミサイル撃っていくだろう、ね。右下ちゃんと見てからでいいや、うん、彼、いねえ、うん、言うてようのがあれだよね、今は普通になってきたよ、わかる、で今日は俺はルールを守ろうや、ルール守れや、うん、ね、俺広島弁で言いたかったわけよ、うん、ええかの、もう広島怖かろうかよ、あんま近いんだよ、俺、うん、悪い、いいね、あ、あんまりおったらお前、お前、ね、やっと、あっとな、うん、いいね、おう、まああんまり俺、あんま俺にお前鉄の塊を俺にぶつけたらほんまただしもね、あっとな、はい、じゃあもうソースやめようか、なんか言いたことある、うん、新人さんに言いたことある、ない、以上、以上、おしまい、おしまい、いいね、いいねって言ったことない、ない。